ち、マッシュ原ラモスです。よろしくお願いします。はい、決起集会始まりました。イエーイ。大丈夫ですか？みんなの拍手でね、ちょっと歓喜終わっちゃうのありますよね。はい、本日は本当に決起集会にお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。もう3日前くらいですかぐらいに合宿に行ってきたんですけど、その時にね、渋谷まで戻ってきてちょっとね、テレビチケットを売らせていただいたんですけど、今日はね、もしかしたらそのチケットできましたみたいな人いますか？おぉ、おめでとうございます。だって私さんで嬉しかったってね、今日12日に初めて行くって何人か、ありがとう。だから今日はね、その白キャンが初めてだよって方もいるかもしれないんですけど、そういう方がね、5周年ワンマンを楽しみだなってなってもらえるように、ちょっとね、私たちも気合い入ってきてるので、入っているので楽しんでください。はい、そう、なんか気合が入るきっかけとしてね、あの合宿をしてきたんですけど、待って、言った、さっき言ってたの。え、嘘、ごめん。いいよ。そんな合宿の中でやった曲を後半戦は1曲目やりたいと思います。あれ？ありがとう。よし、じゃあ後半戦盛り上がっていきましょう。ポイポイパン。調子乗りたいのは確かに一番大事。
キーマン。今日は決起集会、皆さんお越しいただきありがとうございました。ありがとうございます。あのさっきもお話ししたんですけど、あの合宿をしてきてね、今ワンマンライブ5周年ワンマンライブに向けてね、メンバーみんなね気持ちが高まってるところなんですけど、今日は5周年ワンマンに向けて一人ずつ意気込みを書いてきましたね。じゃあ配りますね。見えちゃう、見えちゃう。ありがとう、ね、嬉しい。ありがとう。見えちゃうね。初めてロマンホール白キャンバスでやったね、うん、確かに、そうだね。なんか遠いよっていつもに増してさ、ペンライトが多いね。ねえ、なんか5周年ライブもさ、ペンライトいっぱいだったら綺麗だよね、きっと。あー、嬉しいね、そうだね。そしたらね、3階とかもわかるよね。ねえ、やばい。メガ配り終わった？はい、これはどうしようか。さっき言ってた順番でいいですか？いいですか？どの順番は？ひかるちゃんからなんですけど、いいですか？じゃあ、とりあえず意気込みをね、言わせていただきます。私が書いたのは、うん、楽器です。いいね。いいね。なんでこれにしたかっていうと、うん、まだなんか殻を破れてないので、うん、5周年ライブでこの感じのようになりたいです。お願いします。破れてるさらに、うん、まだいける。はい。いいね。うん、次はエマちゃんです。はい、エマが書いたのは、うん、笑顔って。あ、いいね。理由っていうか、うん、なんか5周年ワンマンライブ来てくれた会場にいるみんなに いっぱい笑顔になってほしいから、笑顔って書きました。なるほどね、みんなに笑顔になってほしい。はい、いいですね。次はゆりな。はい、ゆりなは未来です。かっこいい。あの5周年でみんなにありがとうの気持ちもちゃんと伝えたいんですけど、そのライブを通してもっとついていきたいなって思ってもらえるようなライブにしたいです。すごい、いいものやるようになって。じゃあチェック。千秋は全身全霊をかけるです。いいですね。いいでしょう。すごい。なあ、この通りだよね。もう全身全霊で5周年ですごい大事なライブだから、いつも以上にね、気持ちとかそういうのを込めてライブをしようと思っています。なのでよろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ行きます。私は感謝ということで、今回ライブのタイトルにもなってるんですけど、やっぱなんか自分が白キャンを見つけられたのも白キャンが1周年以上続いてくれたおかげだと思うし、なんかその5周年まで入れる自分がいるのもみんなのおかげだと思うから、感謝を伝えられたらいいなって思います。はい、はい。そうだよね、5年間もやってくれたからね。じゃあ、ななこちゃん、はい。なんか、声がカサカサして、髪もぐちゃぐちゃなっちゃってます。私は新人を書きました。どうや、いつも、ワンマンがある前にすごい自信が急に高くなって不安になってしまうんですけど、今回の試合内は、自分が今までやってきたことを信じて、メンバーのことも信じて、この7人なら最高のライブできると思うので、皆さんにも信じていただけたらなと思ってこれにしました。あ、いいね。素晴らしい。すごい出しづらい。いや、いいよ、あるちゃん。はい、あずさはやっぱり5年間も真っ白なキャンバスやってこれて、いろんな感謝とかいろんな感情があるんですけど、それを踏まえてですね、今回の目標、アイドルです。
ようとステージでアイドルをしているところを5周年みんなに見せたいと思うので、こちらを目標にやっていきたいと思います。今日も嬉しいらしい、アイドル大丈夫そう、大丈夫ですか、そんな感じ。ただね、とりあえずこうやって一言書いてるんですけど、多分みんな同じことは思ってると思う、そうだね、なのでこれ全部達成しましょう。なんかさ、タイトルも7個言葉あるじゃん、そう、これサブタイトルで7個並べようよ無理やろいいね、これも意識つつしつつやろ、ダッピングダッピング線入れるのダッピングしますはい、うん、じゃあ皆さんね、今日は本当に来ていただいて、なんかね、うん、決起集会ってね、実は1周年ワンマン前の時からやってるの。え、うん、そうなんだ。そう、だからなんかそれを思い出しちゃったありがとうございます。え、今日もね、たくさんの方が来てくださったんですけども、うん、今晩11月18日に TDC ホールでもっとたくさんの方の前でライブができたら嬉しいので、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、みんな来てくださると思うので、今晩、会場で待ってます。待ってますはい、それじゃあ、決起集会終わろうかな。でもなんか決起集会って名前だし、最後なんか気合い入れとく。みんな声出さないけど、なんかやる。じゃあ、朝が言ったら、おーって言ってね。じゃあ、みんな声が出さない大丈夫、今、大丈夫、手挙げられる状態にある大丈夫よし、めっちゃアドリブだけど、ガチョガチョはい、5周年ワンマンライブ成功させるぞ。あーありがとう、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 これは成功だねありがとうございます。じゃあこの気合のまま本番頑張ってきます。はい、それでは以上、私たちマッシュ